こんにちは、こんばんは。WGSL でございます。今夜の動画は、贅沢アングルでのトシプロのアイアンショットと、はい、途中からはね、はい、ちょっとみんなにね、はい、みんなの見る目の実力を確かめたろうかなっていうような動画をお届けしたいと思いますので、はい、最後まで楽しんでいただいた挙句、はい、コメントではね、何球目がどうやったみたいな感じのコメントをいただけるような動画にしたいと思いますので、はい、高評価をしていただいた後に最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、30% ぐらいなんですか。はい、30% 3% が取ってる。やったらめっちゃ強い。やばいっすね。3割ぐらい、はい、すげえな。皆さんサンドイッチです。はい、うん、でも重たいです。じゃあシャフトだな、まあ、手の5番目。30% ぐらいですか。いや、30%、まだ 30% か。ようわからん。飛ぶから全然アップが終わってない。すげえな、プロは。ビタビタっすな。いやいや、さすがにもう芝長すぎます。ラフなんで。じゃあドスさんが一発言ったら、はい、見える目クイズを実施します。見える目クイズ。どんなクイズ。ちょっと振った50%。ああ、すっげえ。あります。ここからは弾道でトシプロが打ったのか、奥野さんが打ったのかをここにコメントで書いてみる。クラブは同じの。あ、同じ。まずまあ、手の小判で。手の小判で、そうですね。手の小判で、30ヤードぐらい。50ヤードぐらい。30ぐらい。35分。じゃあ1人目見えるって言ってた。 YouTube 僕がどんだけ見てるスタンバイ戻ってきてる。はい、はい、今第2問は何もない気がしません。
だいぶ、だって看板の全体規模そうですね、一緒でした全く同じだったと思ってじゃあ3球、50ヤード看板狙いでいきますか。エネルギー絶対無理って、はい、めちゃくちゃオスが打ちそうな球を意識して、いやめっちゃ意識してんなんだ、意識してる、俺も逆に自分が打ちそうな、そうなんですよ、お互いそれやってるからちょっと面白い、 , 笑いそうでしょ